全身チャンネル第398回、今回のヘッドラインはこちらです。日程のウクライナ参戦許すな、道路千葉が戦時カスと打ち抜く、反対同盟第2ラウンド宣言。皆さん、いよいよ4月に突入しました。今月23日が区議会議員選挙の投票日です。4月16日の告示まで2週間切りました。洞口朋子2期目の挑戦、ぜひご支援よろしくお願いします。まずは一面です。日程のウクライナ参戦許すな、岸田打倒、杉並決戦勝利へ、 G7 広島サミット粉砕へ戦おう。岸田のウクライナ訪問は参戦国として名乗りを上げるに等しい行為です。岸田がゼレンスキーに送った広島宮島産の必勝しゃもじなるものは、日露戦争時に日本軍兵士が戦勝を祈願で宮島に奉納したことに由来するもので、かつてロシアに勝った大日本帝国のようにウクライナも必ず勝てという意味を持ちます。3月20日にイギリス政府はウクライナに供与する主力戦車チャレンジャー2の弾薬に劣化ウラン弾を含めると表明しました。劣化ウラン弾は1991年の湾岸戦争、90年代のボスニア・コソボ紛争、アフガニスタン戦争、イラク戦争などで米英軍や NATO 軍が大量に使用し、子どもを含む民間人におびただしい被害をもたらした放射能兵器です。帝国主義はまたも大地を放射能で汚染し、内部被曝によりロシアやウクライナの人民兵士を生涯にわたって苦しめようとしているのです。プーチンはこれに対抗し、直ちに隣国ベラルーシに戦術核を配備する方針を明らかにしました。こうしてウクライナ戦争が核戦争に向かってますますエスカレートする中、広島サミットは帝国主義諸国の頭目が核戦争にゴーサインを出す場となろうとしています。被爆地広島の名をもって核戦争への道を開くことなど絶対に許せません。核戦争会議 G7 サミットを日本労働者階級の怒りで粉砕しよう。1面と3面には3月21日に杉並区で行われた決起集会の報告と、4月16日告示の杉並区議選勝利に向けた特集が掲載されています。特に平和を語り反戦闘争に敵対する共産党を許すなと題する記事は必見です。全身チャンネル視聴者の皆さんも杉並区民にお知り合いいましたら、私洞口朋子への熱い支持をぜひ呼びかけてください。よろしくお願いします。2面です。道路千葉が戦時カスと打ち抜く、大会業務融合化粉砕へ。道路千葉は3月18日から19日にかけてストライキを打ち抜きました。反合理化、運転保安確立を戦いの柱に据えた道路千葉は業務融合化と安全破壊のダイヤ改正に怒りを叩きつけました。戦時インフレが激化する中、連合はさらに崩壊し、春闘は解体されつつあります。労働組合の課題である反戦を貫く道路千葉に続き、階級的労働運動を蘇らせましょう。続いては4面です。闘魂ますます盛んなり、第3滑走路騒音拡大許すな、反対同盟第2ラウンド宣言。成田空港機能強化粉砕、騒音拡大許すなを掲げた芝山現地集会が3月26日空港反対同盟の主催で行われました。首都高尾山の農地への 2.15 強制執行に対する怒りに燃えて、全国から330人が参加しました。私は11月24日の千葉地裁による受験決定の後にですね、すぐさま駆けつけて3ヶ月間天神峰に張り付いて戦いました。執行当日はこちらにいる全学連の永江幸人社長と一緒に櫓の上に乗って、戦って、逮捕されました。一緒に逮捕された飯田俊介君も来ていますので、紫藤さんが第2ラウンドの戦いを開始し、天神峰で農地を耕し続けていることが大きな勝利だというふうに思います。紫藤さんの農地を奪って反対同盟の運動を潰そうという NAA の目論みは見事に粉砕されました。洞口朋子杉並区議の4月選挙戦に勝利し、5月の G7 広島サミットを粉砕する戦いをさらに多くの青年学生と組織しながら戦い抜く決意です。そしてその力をもって今度こそ
強制執行を止めてやろうじゃありませんか。敵よりも一日長く、これからも共に戦いましょう。ありがとうございました。本日もご視聴いただきありがとうございました。全身の定期購読と高評価、チャンネル登録よろしくお願いいたします。サブチャンネルの GNN では大阪さん裁判の特集を随時配信中です。 Twitter と Instagram もぜひチェックしてください。またねー。